これをですね 4WD モードに入れますとよりハードな思考になりますが、どうなるのかな、どう変わるのかな。トルク配分に注目したいんだけど、エンジンが気持ちよすぎて。どうも、中華街のものです。今回の注目、ここ高級車の LBX なんですが、このように大開口の大型特殊バンパーを装着しています。これさ、内側かっこいいんですよ。このようにスリットの奥、ここに穴が開いていて、側面から吹き付ける形になっています。またライト、鋭い眼光の側面には何かわからないけれども文字が書いてあります。さらに注目、ここフロントのハニカムはね、かなり開口部大きくて、特に注目はここです。インタークーラーありますよね。ということはエンジンが強かろうというわけで、開けてみましょうの前に、ここ実はこれとても軽く開くんですが、軽量なアルミボンネットになっているんです。レクサスマークが特徴的なエンジンカバーが眩しいんですけれども、これ GR ヤリス、 GR カローラと同じですね、 1.6 リッター3気筒のスペシャルチューンのターボエンジンが搭載されているんです。最高出力304馬力、トルクは400ニュートンもありますよ。いや、ほんと軽いね。そして注目はですね、ここ、このようにボディ同色のオーバーフェンダーが装着されるのがモリゾー RR の特徴です。そもそもベースとなった LBX はコンパクトにしては幅が広い 1825mm もあったんですけれども、このオーバーフェンダー追加によってですね、なんと全幅は 1840mm になりました。さらに最後の注目、ここ専用の19インチアルミホイール、ギラギラの造形です。その奥も前後とも2ピースのディスクが採用されているんですけれども、フロントに関してはスリット入りのもの、キャリパーが赤くてやる気満々。そして注目はサスペンションで、この車フロントはストラットなんですけれども、リアはモリゾー RR ならではのダブルイシボになっているんです。そう、本来であれば一番ベーシックな FF 仕様であればですね、フロントストラットでリアはトーションビームになるんですけれども、実はこのモデルですね、フロントセクションはプラットフォーム GAB という B セグメントのものを使ってるんですが、後半に関しては実はクラス上のカゴーラクラスの GAC プラットフォームを使っているんです。そして駆動方式はですね、フルタイム 4WD になっています。これトルク可変式なんですけれども、それは後ほど紹介しますが、でそう聞くと、うん、武闘派だねと、 GR ヤリスとか GR カゴーラの世界観だねと思うかもしれません。しかしですね、そこはやはりですね、レクサスの世界観でして、私ちょっとね、感激しちゃった部分があるんです。それはこのドア開け音、これね、開ける時の音がいいんですよ。チャって感じでいきますよ。もう一回、実はね、ドア閉め音はね、割と普通だったりするんですけども、この開け音、何回もやっちゃいます、ごめんなさい。チャって感じで開く、このいかにも高級ペー、高級ペーのがですね、レクサスならではだと思いますし、もう一個ポイントがありまして、それはね、パワーウィンドウの開閉の動作音と所作なんです。これ普通に押せば開くわけですが、これ開く時の音が小さいですし、しかもその動きがね、なんかね、最初ググーみたいな感じで開いて、その後ズーって下がるのが普通のパワーウィンドウなんですが、これ最初から最後までスーッと開くんです。いきますよ。これね、微細な違いなんですけど、こういう細かな普通の車にもなんてことなくついてる装備で違いがあると、あ、高級ペーって思うんですよね。でこれ閉めるときはね、最後に速度がだんだん遅くなって閉まる感じが高級なんです。閉まるときは一定速じゃありません。また出るとき、レバーを物理で引くではないんです。これタッチ式なんです。このドアの隙間見ててください。このように軽いプッシュでロックが解除されるので、やはりパワーウィンドウと同様に静かな所作で出入りができるのがいいですね。でリアに回ってきました。見てほしいのはここ、この車 B セグメントで 1840mm も幅があるので、まあサイドがね、抑揚ついててかっけんですよ。クラウンクロスオーバーも格やというぐらいの張り出し量になっています。そこにオーバーフェンダーがついてるんだから、とんでもないボリューム感になってるんです。さらに注目はここ、リアフェンダー上面はこのようにノッチバック形状でリアで完結しますが、その下ボディの端から端までつながるテールライトがワイドさを強調しています。でこれ強調といえばですね、このテールライトなんですけれども、ボディ幅いっぱいに張り出しているように見えて、真後ろから見ると、実はいや、あまりにもね、この車の幅がありすぎて、テールライトよりもさらに端にですね、このようにフェンダーが張り出しているモリモリの造形になってるんです。一方でこのキャビンの方は狭く絞り込まれているので、このように引いてみると贅沢な雰囲気であることが分かりますよね。
さらに注目は下バンパーも森蔵 RR 専用の造形なんですけれども、私が注目しているのはこのエッジなんです。ほら後ろにですね、空力補助デバイスが追加されてボディ側面の空気をより後方に流すようになっています。さらに下ボディ下面にもスポイラー形状が続いていて、中央部分はですねこのようにディフューザー形状になっているんです。またマフラーは左右の2本出しになっていますよ。いやそれにしてもこのサイド面何回も見ちゃいますが、非常に抑揚豊かな曲面になってるんですけれども、実はこのルーフもですねリブが数箇所に入る不思議な形状になっていまして、かつこの下テールゲートもこのように横に回ると分かるんですが、この面を強調するようにこちらにリブが入っているんです。森蔵 RR で舞踏会に行く人が気になるのがの前に、舞踏会に行くまでの道を安全に早く走れるかにとってですね、とても重要なボディ剛性ですよね。実はこの車スポット溶接を全体で469箇所も増しています。また構造用接着剤も 12.8 メートル増しているんです。これによってボディ剛性が高いことは分かりましたので、舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるかですよね。あるかな、ないのかなって、で、あ、ありました。さすがライトも連動で100点です。フロントシートは森蔵 RR 専用のバケットシートになっています。着座位置がですね LBX に対して10ミリ低くなっています。また注目ペダル、足元スペースに対して ABC そしてフットレストがですね非常に効率よく綺麗に配置されています。操作系に不満がないのはスポーツカーの基本です。そしてここステアリングは3本スポークのもので、中央にレクサスの L マークが入りますが、ここに注目、静電タッチと物理のこの押し込みを兼用しているものですけれども、実はこれマルチファンクションになってまして、メーター、こちらはフル液晶なんですけれども、映画みたいにオープニングが長かった。いい機会ですから今説明しますね。これ外周がタコメーター、そしてブースト系そうなってますが、こちらを触るとですね、ほら何もない空間にふわっとこのように、これは今 ADAS の操作系ですねが出てきますが、この下のですねマルチファンクションのボタンを押しますと、今まではこういう操作系でしたが、この下を押しましょう。すると、はい、メニューが変わってこのようにディスプレイの変更などができるようになるんです。同様に左も触るとメニューが出てきて、その下でマルチファンクションを呼び出して別のモードになります。そして注目、ここ森蔵 RR ならではの装備として6速トランスミッションが採用されています。マニュアルでレクサスを操るなんて気持ちいい。ちなみにこれ GR ヤリスに対してですねレバー比が変更されていて、このようにね節度感はあるままに操作に必要な力は軽くなっています。さらにこのモデルには8速の DAT と呼ばれるトルコン AT がありますので、それも見てください。このようにトルコン式 AT の DAT と呼ばれるシステムはですね、シフトノブ小さくて、これで D、リバース、これでニュートラルになります。ドライブに入れた状態から下に入れるとマニュアルモードになりまして、こちらのパドルでシュパシュパと変速していくことになります。さらにこの DAT 仕様ですね、インパネ周りも変わります。非接触充電あるんですけれども、この手前にドリンクホルダーが増設されます。またシフトの後方、スウェードのアームレスト、そしてこれ開けると小物入れなんですが、これですね中にもドリンクホルダーがありまして、これスライド式です。これね前後に動かせます。なお DAT にはこちらにスポーツモードがありまして、このようにメーター画面も変化します。はい、よかった。そしてここ MT 車はこのようにパーキングがハンド式です。こちらにある IMT ボタンを押しますと、シフトチェンジの際の回転数合わせを助けてくれます。またこの車前後トルクはですね、通常時は70対30を基本としてますが、こちら AWD モードを押すことでメーターに光りますが、そう50-50って書いてありますよね。前後トラクションをですね50対50に変更する機構も持っています。そしてこれが GR 系との大きな違い、インパネデザインがまあ豪華。メーターを中心に山を描くですねインパネの上面のパッドはもちろんソフトパッド、そしてエアコンの吹き出し口を中心としたインサート部分が入りまして、その下大きな面積にスウェードと赤ステッチが行われています。先ほど見せたこの電磁スイッチで開けるドア、開けた内側もですねソフトパッド、スウェード、そしてここ、あ、ここは固めのプラですけれども、見た目はね結構わからないという豪華な作りになっていますよ。さらにここセンターには大型のタッチディスプレイ、エアコンの主要な操作はこのように物理ボタンで行います。 USB 電源、非接触充電ポート、収納関係も充実で、ここドリンクホルダーが2個、ドアのとっても小物入れ、
ドア下部にはペットボトルも入ります。グローブボックスはですね、こういうところに開閉ボタンはなく、こちらなんです。こちらのボタンを押しますとゆっくり開きます。ハードな走行時に足を支える2パッドもレクサス流。ほら見てください、高級な作りになってるんです。シャキーン。リアシートの硬さを赤身とか中とか大トロで確認。冷凍マグロチェック。結構固め、赤身でした。そんなリアシートはブラック基調のスポーティーなものですよ。でこれ開口部が非常に狭く見えますが、実際乗り降りどうなのかというと、乗り込むのは結構楽でした。実はで身長173センチの私がフロントをセットした状態で、膝前このぐらい、頭上このぐらいで、私的には普段から BM の1シリーズなんかに乗ってる私的には全然余裕だって思うんですけれども、でも FF のハッチバックベースの基準で言うと、まあ広くないっていう人の方が多いかもしれませんが、シートバックの高さが適切で、かつシート座面高さがあるので、足がですね真下方向に置けて、あのね、座ってる感触はね結構いいです。この車、このようにリアのドア内張りも高級なんですが、フロント同様にリアもですね電磁式オープンなので、乗り降りするたびに後ろの席の人もレクサスペー、ああこれはヤリス系列じゃなくてレクサスなんだなーって思えるから嬉しいです。そして注目、ここセンター下部には小物入れ、そして 12V 電源、 USB ポート、センターにはアームレストがない感じ、ルームランプはブラックでかっこよく、しかもとても明るい。ラゲッジ見てみましょう。このクラスで電動なのが嬉しいですよね。意外と言ったら LBX に失礼かもしれませんが、割と左右も奥行きもしっかりあるタイプ。ラゲッジアンダー、荷室拡大時にはシートを60対40で分割稼働できます。でこの倒した時にレクサスらしい気が利いてるなと思うのは、このようにラゲッジ面と座席背面をつなぐ空間にフラップがついていることです。これでこの空間を埋めてくれます。荷物の出し入れがしやすいんです。またこの車ですね、ドア閉め音がフロント同様にいいんですけれども、このね閉め音だけじゃなくて、閉めた後のこの室内空間、これも静かなんです。というのはですね、モリゾー RR に限らず LBX はですね、このルーフパネルにマスマチックシーラーを採用して室内を静かにしているからです。これがとっても不思議なのが、基本的には GR ヤリスとか GR カローラとかとコンポーネンツは一緒のはずなんですけど、クラッチつないだ瞬間からね、全然やっぱりねその2台とは違います。言っても GR カローラと GR ヤリスは、お今 LBX 乗ってみると、あの2台は結構近かったんだなということが分かります。というのは、あのね、まず圧倒的に静か、それからですね乗り心地硬いんですけどやっぱりね、さすがレクサスというべきか、スポーティーな方向のみの硬さではなくて、あ、高級車なんだなということを分からせてくれる硬さがあります。それからね、今渋滞気味の都内の市街地を走ってるんですけれども、そんな中で少しだけステアリングを触って車線変更するぐらい、まあ、要するに操作の幅なんかめちゃめちゃ狭いんですけれども、でもそれだけでも、ジアリアリスとは違ってしっとり感があります。でこれ私前回ですね、ミニサーキットクローズドコースで乗らせてもらったんですが、その時にもね感じたことなんですけれども、ステアリングのね操作力がね非常に軽い。これはちょっとね軽すぎる。ちょっとこの車のハイパフォーマンス、304馬力400ニュートンものハイパワーの車にしては軽すぎると思います。これもうちょっと重い方がいいんじゃないでしょうか。しかし軽すぎるからといっておっとっと切りすぎちゃったなんてことはないんですよね。それはなんでかっていうと、あのですね、とても軽いんですけれども、軽い中で非常にね、切ったら切っただけの食感というか反力がしっかり出てるので、今自分がどのぐらい切ってるかっていうのがめちゃめちゃ分かりやすいからです。だから切りすぎるってことはありません。そうか、でもそういうことを考えればレクサスならではの軽い操作力にしておくっていうのもやっぱりまあいいのかな、この車にとっては。しかし私はもっと重い方がいい、GR ヤリスぐらい。なぜならその方が、おお競技ペープロペーって感じがするからです。さあ GR ヤリスが1200キロ台なのに対してですね、これはですね1440キロの車重です。まあ、4駆ターボで高級装備ってことを考えれば重いわけではないんですけれども、絶対的にはですね GR ヤリスなんかよりは重いです。じゃあ遅いのかというと、でもね遅くはなさそうなんですよね。数値で言うとですね0100キロは 5.2 秒という数値が、
出されています。これ基準が書かないで難しいんですけれども、例えばですね、車格的に近いヤリスクロスの 1.5 リッターのハイブリッドなんかだとですね、大体10秒ぐらいなんですよ、0、100キロ。この先首都高に乗って試します。合流上り坂踏んじゃおっか。案の定ですけれども遅いわけはありませんでした。いい加速、そしてコーナリング、あ、そうですか、すいません、ステアリングフィールめちゃいい。なにこれ、どうして、あれ、いや相変わらず、いや速度が上がったから重くなってフィールが良くなったのかななんて思ったんですが、そんな単純なことではありませんでした。相変わらずね、ステアリングのホダに必要な力は軽いんだが、スパッとですねノーズの向きを変えてステアリング高く一定にしておくと、何これ、幸せチキンスキースタンドアップ、なんだろう、ステアリングを保持している時の手応えがあまりにも気持ちよすぎる。どういうこと、意味わかんない。軽く切り込めるのにステアリング高く一定にした時の手応え感、気持ちよさがですね半端ないんですよ。これはだからステアリングだけの問題じゃないんだな、多分シャシーがとても気持ちよくできてるから、コーナリング自体が気持ちよくて、だから一瞬ステアリングが気持ちよくなったように錯覚したんだな。それからこの車、運動性能ばかりに今まで気を取られていたので気づきませんでしたが、あのね、静か、圧倒的に静か。まずエンジン系のサウンド、 GR ヤリスもこの LBX モリゾー RR もですねサウンドクリエイトはされてます。でただその音質作りの方向性が全く違う、これはまあよくはあるというか分かりやすいですよね。 GR ヤリスの方がのぶといですね音がするんですけれども、こちらはですねそれほど音量は大きくありません。ただ踏めば GR ヤリスよりも少し高音が混じった音がします。でもそれがポイントではなくて、この LBX っていう車、まあそもそもがレクサスの車なので、静粛性を上げるような工夫がされてるんですけれども、とりわけ例えばですね同じクラスで言えばヤリスクロスにはないですねマスマチックシーラーなんかをこうルーフに採用したりしていて、そもそもの、静粛性が高まっています。このためアクセルを踏み込まなければとても静か、そして踏むと気持ちいいとこだけをですね聞かせてくれるような仕様になってるんです。これはね、先ほど私ステアリング重い方が競技っぺー、そっちの方がいいなんて言いましたけれども、この音関係に関しては常にずっと音がしているハードなイメージもいいんですが、こちらの LBX の方がですね、もしこれを自分が所有したとなればですね、長距離乗っていてずっとその軽量化由来の、ノイズがしているものよりはこちらの方がいいと思います。またですね、ご家族をなんとなく優しく騙してですね、この5ドアのハッチバック車のとんでもないスポーティー仕様なんですがを導入しようとしている人からすればですね、車が静かな方がですね家族の理解も得やすいでしょう。なおこのサウンドクリエイトの内容なんですが、音響システムマーク・レビンソンの採用の有無によってもですね音の方向性は変わってきますし、クローズドコース限定の、サーキットモードを入れた時にもですね音は変わってきます。さあこの車ですね、基本的にはフロント70リア30のトルク配分なんですけれども、これをですね 4WD モードに入れますとフロント50リア50のよりハードな思考になりますが、どうなるのかな、どう変わるのかな。トルク配分に注目したいんだけど、エンジンが気持ちよすぎて、なるほど、お、これはねちょっとプロっぽいね。 4WD モードにするとリアのトラクションの方が増してくるので、ちょっとオーバー気味な動きになります。だから実際のサーキットでどうなるのか分かりませんが、私のようなですね UDA にちょっと自信がないものは、これ一般走行ではやっぱ通常モードにしておいた方が安心感、踏みやすさはあります。でもドライバーと速度域によると思います。さあそしてこれシフトがね非常にゴツゴツと気持ちよく入るんですが、これちょっと気づきませんでした。私てっきりねすごく入りやすいから IMT オンになってるのかと思った。オフだったからこれをオンにして
こうするとあ、シフトアップ、それからダウンの手助けをしてくれますが、これはね意外だな。ホンダのタイプ R とかのレブマッチの場合にはレブマッチ入れてないとちょっとねギクシャクする局面が多いんですけれども、これはねどっちも割と入れやすい。だから私はねよりダイレクトなフィールが楽しめる IMT オフでもいいな。これオフっとこう。いやー、しかしこれ、そしてコーナリング、あ、やっぱりまただ。この切り始めは軽いのに保持してしまうと全体がですねビタッと決まって、くー、気持ちいい。この感覚はねフロントストラットリアダブルウィッシュボーンのこの GR 系の車種ならではの車種容量の高さにもよりますけれども、でもこのレクサスのですねモリゾー RR ならではの装備としてリアにですねパフォーマンスダンパーを入れてくれてるっていうことの効果は結構大きいんじゃないかと思います。とにかくねボディがめちゃくちゃ硬いんですけど、でもすごく硬いボディと硬いサスがそれぞれ動いてる感じではなくて、ボディとサスがね一体化して、しかもカッチカチではなく適度な柔軟性を持ってるようなフィーリングがあるんです。これはね元々のボディに対してスポットマシを469箇所も増したことが前提ではありますが、ただ硬くするだけではなくしっかり衝撃を吸収し、かつ一発でビタッとこう収めるようなですねパフォーマンスダンパーの強み結構出てますし感じますよ。それからこうしてですね今ちょっと激しめの渋滞にはまったりなんかしてで、ね、ストップアンドゴーがですね多くなって、それで気づいたんですけど、これね実はですね軽いのはステアリングだけじゃありませんでした。実はアクセルの動力、それからクラッチは、あ、でもクラッチも若干軽いような気がするな。特にですねアクセルの動力がですね GR ヤリスよりも軽く設定されています。つまりインターフェースは全体に軽くなってるんですね。このねシフトのフィールもガキガキと剛性感があるのは GR ヤリス譲りなんですが、操作に必要な力は軽くなってるように思います。でこれに加えてですねこの静かな空間、乗り心地の良さ、硬いんだけど乗り心地がいいところというところを総じて考えると、 GR ヤリスのようなもうもろ競技、もろ WRC 直結みたいな車両の、パワースペック、それからコーナリングの能力、車種能力は持っていながらもですねより高級というよりもより民主化したレクサスブランドはもちろん高級なんですが、それよりもこの車に乗ると感じるのは GR ブランドのよりコンフォートな仕様、それがですねこの LBX-RR なんだということがよくわかります。で思うに一般的なユースで考えたら GR ヤリスよりもこちらの方がですね満足できる人の数は絶対多いですし、私結構 GR ヤリス好きですが、もしどっちか買えるなんて状況になったら結構こっちかもしれないなって思いました。なぜならこの車には5ドアハッチである実用性に加えてラリー車譲りのコンポーネンツが乗ってるというですね、なんつーのかつてのインプレッサとかランエボの世界観が乗ってるからなんですが、じゃあ GR カローラでもいいじゃないって思うじゃないですか。でもねやっぱり私もうね相当なおっちゃんになってしまいましたから、こういうね高級な見た目とか普段は静かな高級車の世界観も同時に手に入れたくなっちゃったんです。まあ中点も簡単にゲットできるわけではないんですけれども、というわけで LBX モリゾー RR、 これはね相当美味でした。ごちそうさまでした。もう一回踏んじゃおう。さあ続いては DAT に乗ります。これです。これがね今度は都心なんかを走るのにはいや当たり前ですけども DAT の方が楽ですし、そしてこのね速度が低い領域でも、そしてストップアンドゴーが多すぎてめちゃくちゃ普通だったらストレスになるような領域でも DAT 仕様ならちょっとした隙を見つけてこまめにスポーツができる、いいね、時間を無駄にしない男のスポーツカー。街中は完全に我慢だっていうのがスポーツカーの常識なんですけども、これならね普通に楽しめるよ。そしてねシフトのつながりがスムーズなのはもちろんなんですが、これ嬉しいのはそのつながりがスパッスパッとですね DCT みたいに
切れ味鋭いんです。ソリッドな感じ。これはちょっといいね。見てみますよ。ほら、これがトルコン式 AT なんだ。意外っすね。マジで DCT みたいだ。しかも DCT では不得意とされる街中でのギクシャクは当然ないです。ただね、私ね、 DCT の車に乗って街中ですげえギクシャクするなって感じたこと、まあ、なくはないけど、最近の車あんまないですけどね。ちなみにこのトランスミッションですね、この変速の時間も大きく低減しているんですけれども、注目はその速度だけじゃなくてですね、これギア機構を工夫していてですね、クラッチの損失トルクを 50% 減らしてるんです。首都高に乗ります。合流の上り加速、いやー楽しい、これ楽しいね。これいや、マニュアル操作がこの 1.6 リッターエンジンいいと思ってたんですけど、これね、適切にチューニングされた AT との組み合わせだとより楽しい。いくよ。パドルもやってみよう。グリッピングもすごいね。ただあまりね、無茶な、すんごい落とすみたいなことはあんまり受け付けてくれないんだな。ここも無茶に、あ、受け付けてくれるな結構。すいません、間違えました。コーナーに向けて走って進入手前で落とすっていうのやってみましょうか。マニュアル操作の時のシフトアップの速度はそんなにね、機敏じゃないんだな。ただね、これね、不思議なのが、マニュアルじゃなくて普通に D に入れた状態でのシフトアップはすごく速いんです。だからつまりですね、これプレジャーとして楽しみとしてパドルを楽しむっていうのはもちろんいいんですけど、基本的には D に入れてですね、この G16 エンジンに合わせてチューニングした爪爪に詰めたですね、この制御を楽しんだ方がいいんでしょう、基本は。ただし何回も言いますけれども、楽しむとき、それからですね、 D に入れておいてもですね、やはりシフトダウンは自分のタイミングでパンパン入れた方が効率は良くなるというのが前提だと思います。この DAT のシステムはですね、私 GR ヤリスとやはり LBX のモリゾー RR でそれぞれクローズドコースで乗らせてもらいました。 MT との比較としてですね。でその時にはやっぱり MT が面白いぜとかって思ってたんですけれども、あれは思えばですね、渋滞とかですね、突然の減速とか、この一般の交通ではあり得ることがない局面だったので、そう思えたのかもしれません。クローズドで走ってる時には、まあこれがモータースポーツに慣れた人にとっては限界までエンジン回転を上げて走るような人にとってはシフト操作のロスがないことの方がメリットあるかもしれないが、運転のプレジャーを考えたらやっぱりマニュアルの方がいいぜと思っていましたが、あのね、車を買ったらクローズドコース以外で走ることが 99.99% じゃないですか。っていうか、まあ普通の人はほぼ 100% じゃないですか。ってこと考えると、これはね、ちょっとね、すごく悩ましくなってきた。DAT めちゃめちゃ出来が良くて、かつどんな局面でもこの304馬力を瞬時に引き出してくれるから、マニュアルより一般道で乗る分には効率がいい気がするし、楽しさを引き出せる回数も多い気がする。正直これはね、想像しなかった事態です。これはメッケモンかもしれない。モリゾー RR というか、この GR4 のシステム、 1.6 リッターのターボ304馬力とフルタイム四駆を組み合わせるシステムに DAT で、かつ一般道、一般の高速道路、つまりクローズドじゃないところは最強なのかもしれない。 MT だとかなり引っ張っていかないと楽しみが出てくる領域に入るっていうのが難しいんですけども、本当にこうやって落として、楽しい。やべえ、この GR4 のシステム
の最適解はもしかしたら、いや楽しい、うわーコーナリングに集中できる、スポーツモードもやってみよう。音が変わった、最高、何この音、ド派手、いいねいいね、やべえなこれ、楽しいな。そして相変わらずコーナーに入ったこの姿勢が気持ちいい、おもろい、なるほどね。いやマニュアルに乗ってる時にはレクサスをマニュアルで操作する楽しみがキッチュで面白いと思ってたんですけれども、ね、小さな高級車をマニュアルでぶん回すっていうのが面白いと思ってたんですが、本当にやっぱりレクサスをレクサスっぽく普段からも乗ろうと思ったらやっぱりツーペダルの方がいい局面多いじゃないですか。そして家族がみんな乗るってことを考えたらマニュアル乗れない人も多いわけですよね、家族って。それ考えるとこのツーペダルの DAT が良くて、で実際に私の中でも普段使いだったら絶対こっちの方がいいな、普段使いだったら絶対こっちの方がいいなと思うし、しかもスポーツ走行をしてもですねこっちの方が楽しいと思えちゃいました。これは面白いし悩ましいね、これは面白い。もう LBX 森蔵 RR のみを考えてる人って正直言って少ないんじゃないかと思うんです。私なんかもそうです。なんか夢で思うじゃないですか、次どんな車乗りたいななんて思うときに、例えば GR ヤリスのマニュアルにしようかな、 DAT にしようかな、いや GR カローラもあるな、あれ GR カローラは北米では DAT もあるから、あれ日本にも入ってくるかな、そこに LBX 森蔵 RR が来て、それもミッションが2種類あるなんつうと、むちゃくちゃ悩ましいですよね。しかも何度も繰り返し同じようなこと言いますが、 LBX だったら、奥さんあそこのご主人最近レクサス買ったらしいわよなんて感じで街で噂にしてもらえるかもしれないじゃないですか。しないかもしれませんけど、いや別にあの近所の奥さんにどうこう言ってほしいってわけじゃないんですけれども、GR ヤリスとか GR カローラの良さって、その良さが分かるのってやっぱ車好きじゃないですか。でもね LBX 森蔵 RR だったら、森蔵 RR の部分は分からないにしても LBX レクサスの高級小型車の新しいやつだねみたいなところで、より車好きじゃない一般層にもこう刺さる部分が多いわけですよね。それってやっぱ嬉しいじゃないですか、なんだかんだ言っても。お前がブランドというものの魅力を語るなんて304年早いわと、私は何このふんわりしたよくわからない妄想会話をしてるんでしょうか、意味がわかりませんけれども、まあ中わけでですね、そうだそうだ、これなら ACC も全車速対応なんだよね、停止までフォローしてくれるんだよね DAT だったら、なんてなことも含めてですね、レクサスの LBX 森蔵 RR の DATした大変ビビでした、面白い、ごちそうさまでした。